アバシリ国定公園は北海道にある国定公園。1950年に同立公園に指定され、自然公園法制定に伴って1958年に国定公園に指定された。大小7つの湖床と砂丘、草原、丘陵からなる地域になっている。サローマ湖は日本国内で3番目、北海道内で最大の湖床面積を誇る湖であり、 おほうつく海との間のサスには300種類を超える植物が確認されており、惑加減性花園になっている。湖岸のキムアネップ先寄部やサンゴミサキ周辺には、あっけしそう群落を見ることができ、鶴沼地区は北海道の天然記念物に指定されている。のどろこの奪らない地区はじめ、湖岸の各地に潮し植物のあっけしそう群落を見ることができ、おほうつく海側砂丘には、 海岸草原がある。また、ノトロ半島のノトル岬にかけて、海色がけが見られ、半島の内陸側は森林に覆われている。アバシリコとリアウシコは、オホーツク海からの海跡湖であり、一部が地盤の沈降によってできている。アバシリ川周辺には、湿地帯が形成され、メマン別地区の霧打ちに、水場所などの湿地植物群落がある。テントさんは、 国の名称に指定されている。モコトコやトーニエコもオホーツク海との海跡湖であり、周辺に湿地帯が広がっている。トーニエコはラムサール条約に登録されており、オホーツク海に面したサスは海岸段丘として発達し、ハマナスやエゾキスゲなどの海岸草原はコシミズ原生花園として知られている。ワッカ原生花園とコシミズ原生花園は、 北海道遺産に選定されている。シャリ海岸の草原群落は北海道の天然記念物に指定されている。公園内では、アオサギやカモなどの水辺の鳥や、ノゴマなどの草原性の鳥を数多く観察することができるほか、大白鳥など渡り鳥の中継地になっている。流氷が近づいてくる時期になると、オジロワシやオオワシなどの猛禽類や、 アザラシなどの怪獣を観察することができる。ありがとうございます。